こんにちは、つちのこです。久しぶりのバチトレルセンターやっていきましょう。とうとうね、ずっとね、取れる台がなかったんですけど、ようやく来ました。動物の森からトミ、犬のトミが取れてない。あとは、全部取れてましたね。今回は、雪だるまとかの雪のバッジが多くなってるかな、ラインナップ的には。ここねいや、ラインナップ的にはって1個しか雪じゃなかった、よく見たら。よし、取っていきましょう。まずはそうだな、やっぱり木を取らなきゃいけないかな。だよね、これ木を掴んで、ただ右のね、バラたちがどうなるかちょっと気になりますが、ドンピシャで掴んでいきましょう。はいはいはい、あーだよね、なんとなく分かってました。もう一回いきましょうまさかの、おいどうなったんだよ今まあ落ちたからオッケーオッケー。おしゃれプレイは練習台の後でまさかの同じ台が来た同じ台が来た。今度はちょっと奥からやってみようか。まあ練習なんでね。ここでぐいーっと、おや、おやおやおや、まさかのこっちが正解だったこれで富を2手で取れるやんけ。練習すべきだったね。クックー、やっちまったぜ。氷床の押し出しはやっぱ強いね、よく覚えとかなきゃ。先に練習させてくれ、畜生。あと一手で取れっかな。はい、まあ最初結構一気に取れたけど、地道に取らなきゃいけなくて2周目にはいけずでしたね。9枚、ほい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 、9枚で1プレイ、1プレイ無料だ2プレイ欲しかった。さあ頑張りますよ。まあ奥をして開きでどうだ、はあ手袋じゃないんだ、欲しいのは。ガーン、お支払いプレイいっちゃうよ。悲しみのお支払いプレイ、奥からやれば2手でいけたのに。ちょっと地道に行きましょうか。こうして出して出してもう取れねえな、ほんと。まあ富を絶対的に取らなきゃいけないので狙っていきましょう。金色のバラと富をゲットだ。はい、ようやく取ることできました。ちょっと気分爽快になろうかな、ここら辺で。これはどうやったらいいんだろう。ドンピシャ真ん中か、あ、ドンピシャじゃなくなっちゃった。おー、いいね、気持ちいいぜ。ピラミッドのように残った。これも一発でいくぜ。ふい、ぐい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 あれあれ、あ、揺らしが効く。つつつつ、まだ崩れないか。別に欲しいバッチじゃないから崩す必要もないんだけどね。でも悔しいから、これ練習台だったらこの技が使えないっていうのが痛いよな。みんなも詰まったら揺らそう。あ、左上の、右上残っちゃった。
わーい、子供雪だるま取れるかな。どうだ、取っちゃうじょ。よし、首根っこ捕まえたぜ。はい、それじゃあ今日のミーバスコンで行ってみましょう。我々取材班が諦めたその時、アマゾン側に奇跡の光景が広がった。寿司の楽園であった。シャリがビシャビシャでノーサンキュッス。ホロホロにこぼれちゃうね。カボチャの馬車じゃなくて自転車、 MP が足りなくて馬車は無理だったっす。シンデレラ、今日はチャリチャリできた。来年も見てほしいっす。じゃんけんポン。あのサザエさんの頭がいいね。人数分のプレゼント全然足りないっすよ。文字パッチの組み合わせがうまいっす。ファイト、一発リポで。 CM をよく見ると飲んでるの崖の登った後だ。疲労回復だからね。ジェットコースター苦手なんすけど乗っちゃったっす。そろそろ落ちる感じっすか。やめとけばよかった。ジェットコースター乗りたいな。大雨で通行止め、工事のおじさん頑張ってほしいっす。こんな日はリセットできたらしたいっす。飾りバツで綺麗にまとめたいい感じのホームメニュー、かわいい。海賊王ゴールドディキーが海軍に捕まったみたい。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。要はまさに大海賊時代。懐かしいな。覚えてる覚えてる。視力検査っす。ここからこの文字読めるっすか。ウィーミーミー。映画のラストシーンっす。マリオが親指を立てながら I'll be back。 これやりましたね。さあ結構貯めてたな。バッチ取れてない台がちょっとなかなかないですけど、見つけたらね、バッチ取るセンター実況していきたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。